ルノー上は、フランスのルノー社が1930年代に開発、第二次世界大戦中に使用された、早期式の軍用小型走行トラクターである。上は、ルノー社による開発コードで、1932年に量産を開始、1937年に登場した改良型上にを合わせ、1940年にかけて、約5000両が生産された。 フランス軍のほか、露角したドイツ軍でも多用され、ルーマニアでは、ライセンス生産も行われた。ルノーウェは、1920年代から、フランス軍が進めてきた、不評価の機械化構想にのっとり、その補給用の車両として生み出された。手本となったのは、イギリスのカーデンロイド豆戦車で、1931年、試作車6両が製作された。同時期に、シトロエン、 ブラントの2社でも同様の車両が共作されたが、ルノーのものが選ばれ、シャニーレットでリーバイテイラモント D、インファントリーマデル 1931R として、正式採用された。ルノー上は、カーデンロイド豆戦車の発展型といえる車両だが、偵察任務用のマシンガンキャリアとしての用途も、考えられていたカーデンロイドと違い武装はなく、物資の運搬や昇降警報の牽引専門に、 作られていた一方で、一部の型を除いて、オープントップだったカーデンロイド豆戦車に対し、上は上面も走行されていた。エンジンは、車体中央にあり、2名の乗員席は、その左右にあった。車体上面は座った乗員の首の高さまでしかなく、外形上上の最も目立つ特徴である、乗降ハッチに付けられた、半球形のドームが、乗員の頭部を保護していた。 車体後部には荷台があり、これは車内からの操作で後、扉を開放するとともに後方に傾けることができ、乗員が外に身をさらさなくても物資を届けることができた。さらに、オリジナルのカーデンロイド用のものとほぼ同じ、ルノー UK と呼ばれる専用の装儀式トレーラーが用意されていた。このトレーラーは、両路上では荷帯を外して牽引することも可能だった。 さらに長距離の移動用には、上自体を搭載するトレーラーがあり、大型のトラック等で牽引できるようになっていた。ルノーは、第一次発注の60両を1932年10月までに引き渡し、さらに追加注文を受けた。組み立てを行っていた同社のイシレムリノー工場は1936年に国営化され、AMX となったが、同工場において、 1937年までに約2200両が生産された。さらにフーがベルリエの2社も生産に加わり、それぞれ約300両、約100両を生産した。パリ、陸軍博物館のルノーウェ短いフェンダー、豚の小型フックから上であることがわかる。ブルッセル、陸軍博物館の展示車両。後方に延長された、フェンダー、ピントル。 完成型全消灯など、主に上にになって導入された外形的特徴が確認できる。1935年、さらなる軍の近代化、機械化が進められることとなり、その一環として、ルノー上の後継車両開発が決定した。これに応えたのは、ルノー、ロレーヌ、オチキス、フーがベルリエの5社であった。ロレーヌ社の試作車両は、 同時期に開発が進められていた中型の走行牽引車、後のロレーヌ37リットルの小型版で、37リットルでは片側3組のボギーが2組だった。オチキス、ベルリエの試作車はもっと上に似通ったデザインで、しかしサスペンションはコイルスプリングのシザー式となっていた。風画製の試作車も上に似たデザインだが、こちらはリーフスプリングのボギー式だった。 これらの試作車は、1937年から1939年にかけて完成しテストされた。一方で、ルノー車案の上には、既存の上に紹介量を施しただけのものだった。最大の違いは、上で、原則機付き、全身3足だったギアボックスを、原則機なし、全身4足のものに変更したことで、これと合わせ、車体全部のケイングモブタの大型フックから、 ピントル式に変更されていた。上の後期型からの特徴、延長されたフェンダーや、完成型全消灯も引き継がれた。いずれにせよ、上の後継というにはあまりに変わり映えのしない車両ではあったが、それだけに、他社の協作に比べ完成は早く、しかも生産ラインの変更が必要ないためにそのまま、量産が可能というルノーの主張が入れられ、上には、シャニーレットでリーバイテイラモンと D、 インファントリーマデル 1937R として採用された。上には AMX で1080両以上、フーガで260両以上、ベルリエで210両以上が量産されている。結局、1940年のナチスドイツのフランス侵攻までに上、上に合わせ約5000両が生産された。これらは主に落ちミリ2 5トル対戦車砲の牽引。 物資の運搬に使用された。フランス戦後に上、上にを大量に路角使用したドイツ軍では以下のように評価している。機兵部隊用の偵察車両として1932年一両のルノーウエが機銃付きの全地形容器機銃車に改造された。これは車体右側の車長席に箱型の装甲を増設、前面に機銃用ボールマウントを設けたものであった。 これは結局採用にはならず、より大型のルノー VM が作られることとなった。1936年8月、中国国民党政府より重量の機銃搭載型上の発注があり、同様の AMX 製固定戦闘室を搭載した中国型が製作された。残された写真資料から判断すると、初期のウェベースで、 各張った棒立てを備えたタイプが中国軍によって使用されている。一方、上にベースでボールマウントを備えたタイプも製作され、仏良高知品の植民地軍によって使用された。中国に到着するはずだった武装型上が日本の干渉により足止めされ、代わってフランスの植民地軍の手に渡ったとの説もあり、実際には届いたものが未着と誤解されたのか、あるいは、 植民地軍が使用した上にベースのものは中国からの追加発注分だったのか明確ではない。自由フランス軍がルノーウェの車体後部に SA34 をチキス 25mm 対戦車砲を搭載している。1943年5月よりイギリスで戦力不足に悩む自由フランス軍がルノーウェに,にイギリス製の50口径6ポンド対戦車砲マーク 法を搭載した対戦車自走砲ルノーウェ57を試作している。牽引式の対戦車砲と比較して利点がなかったためか、試作一両のみで量産はされなかった。要因は、社長、操縦手、砲手、装天手の4名。車体後部両脇に弾薬箱を設置している。重量2.79トン。フランス戦の結果、ドイツは、 約3000両に及ぶる脳上、上根を入手した。AMX 工場でのオーバーホールの後、ドイツ軍はこれをインフォンテリー・シュレッパー上630の名称で様々な目的で使用した。ドイツ軍は上の再生産さえ検討したが、生産設備がすでに他の目的に変更されていたことと、資材の優先度の問題から計画は放棄された。ドイツ軍で改造。 運用された、走行銃座増設型戦場で、弾薬運搬、昇降警報の牽引など、上本来の用途で用いたのはもちろん、空軍は飛行場で、機体や爆弾トレーラー等の牽引に用いた。また一部は、右席や後部に銃座付き戦闘室を増設、MG15 や MG34 を搭載して、戦線後方の警備用や飛行場警備用に用いた。対戦車訓練用に、 木製の戦車のハリーボテを乗せた例二点五センチメートルパック百十二や三点七センチメートルパック三十六などを乗せ簡易時装法とした例なども確認できる。九百四十三年にはフランス駐留部隊向けにロケット弾発射化を取り付けた車両も多数作られた。発射化は s d k f z 二百五十一同様にフレームを差し渡して 車体両側に二つずつ装着する方式と、車体後部に四連で装備する方式との二種があった。ルーマニアは、ライセンス生産権を得て、1939年から、ルノー上にを、マレックサチップへのノナで生産、使用した。本来は300両を生産する予定であったが、フランスの陥落により、ルノーから調達していた部品が入手できなくなったため、1941年に、 かけて完成したのは126両に止まった。ルーマニアでは機械化部隊の補給用のほかシュナイダー4 7ト、mm、ル対戦車砲等の敬遠に用いられた。ソ連への侵攻後、ルーマニア軍の上は大きな損害をこむり、残存車両はデポに引き上げられた。33両は訓練所に送られ、17両は工場に戻された。1944年、工場にあった車両は、 ドイツの5センチメートルパック38を牽引できるよう改装され、モルダビア方面の戦線に投入された。中東戦争当時、シリア軍が少数のルノーウェイを保有しており、イスラエル軍との戦いで使用された。上のシリアルは、77900、7900、81900、88200、300、89600、900、 92400、93500、600、67000、67200、3 9百四400、5400、8400番台ほか、F ボーベラー、J トゥレヌ、P189。ただし、車体前面のシリアルは上に割り当てられたもので、この番号が正しければ、上の末期の生産型ということになる。次の参考文献による、F ボーベラー、 j 2レ e n P190P 当人ピアニッシモ、197から200上にのシリアルは M4000400M1500M3800M31500M62500M63300700 番台ほか、F ボーベラー j 2レ e n P189AB 字の参考文献による W ミューラー ピアニッシモ 16AF。同時期の1936年3月、中国国民党政府より12両のルノー ZB 戦車が発注されている。これらの戦車は、半数は、プト SA-1837mm 戦車砲、もう半数は、オチキス M1929-13.2mm 機関砲を装備していた。日本はフランスに対し、 中国に引き渡さないよう圧力を加えた。これらの戦車は、廃砲宛に輸出され、1940年2月に2両が、1940年6月に8両が、到着している。残り2両は不明である。中国国民党政府の発注から数ヶ月後に、雲南省政府より、オチキス m 1 9 2 9 3 2 m、mm、m 機関砲を装備した。 ルノー ZB 戦車4両が発注され、1938年10月に受領している。これらの話と、ルノー上の話が混同されている、可能性がある。オストフラントルノー上インドチネ、F ボーベラー、J トゥーレヌ、P189、P 当人、P197。フツボ版による3.7センチメートルパック36や7.5センチメートルレック18のほか、 5cm パック38や 7.5cm パック97、38、7.62cm パック36など、より大口径の方の牽引にもしばしば用いられた。ウェルナー・ミューラー、ピアニッシモ 16F、ピアニッシモ 20F。この項は主に次の参考文献による。W ・ミューラー、ピアニッシモ16から30。P ・チャン・バレン、 H. Doyle, ピアニッシモ2 2 2 f ワールドワール l l 2 l ルーマニアンアームドフォーセスインザセカンドワールドウォー。ありがとうございます。